皆さんどうも、こみひげです。さあ、今日はですね、北海道美唄市にあります、東名公園のところにね、あるんですけれども、展望台、実はありまして、今日早速ね、ちょっと登っていきたいと思います。で、最近ちょっとね、熊の出没が結構多くて、うちらの地域、今住んでる地域もそうなんですけど、なので、ここは一応なんか、まあ、注意程度しか書いてないので、早速上がっていきます。ふるさとの見える丘登っていきます。初風河での今回美唄のね展望台上がります。結構美唄の展望台結構急なんですよね。まあでも風河もやっぱり 3.5 リッターのエンジンがありますので全然軽いですけど、まあ、ちょっとクバの出没もあるのでさらっと撮影してすぐ降りてこようと思います。マフラー、車外のマフラー入ってるんですけど、その心地いい音が何とも言えないですね。いいですね、絶妙な感じでいい音してます。ということで美唄の展望台に着いたんですけど、大丈夫かな。クマが心配になってくるんですけどね、まあ、ちょっと短時間でさっと撮影してすぐ降りたいと思います。はい、ということで、じゃあ早速ね、さらっと撮っていきたいと思います。GO! チャンネル登録してね、してね、してね。がっつり逆光になってるんですよね、このふるさとの見える丘。ダダン。はい、これが美唄の展望台です。東名公園からですね、登るとこがあるんですよね。そこから登っていけば、はい、ちょっと急なんですけれども、全然車で、来れるところです。およそ 2,3 分あれば登って来れるんじゃないかなと思います。ね、綺麗ですね。ただちょっともう昼もう3時近くなっちゃってるのでちょっとですねはっきりとしたね、はっきりした感じではないですよね。ちょっと曇ってきちゃってるっていうか、はい、ですごく木が伸びてしまってもう全然何がなんだか見えないですね。これちょっと上に登っていこうかな。はい、こっからもですね見れるのでこう2段目2階に上がってみようかなと思います。はい、さすがにねここまで上がるとだいぶ見えますよね。はい、これがあの美唄ですね。はい、美唄の展望台でございます。以上、コーミファンユキでした。バイバイ。お
本日もご視聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録、高評価の方お願いします。この画面上にありますアイコン、おすすめ動画になっておりますので、よかったらぜひチェックして、高評価、チャンネル登録の方もお待ちしております。コウミヒョンイケでした。バイバイ。